なるべくベターなところを探っていただいてくださいという感じで、あんまりこの表現規制とかの話に雑に言うとあんま興味ないんですよね。犬というやつが、まあ、露骨に性的なものを扱った最初の、絵ですけれど、これはちょっと一言で答えられなくてですね、どういう作品かというのがたまたまなんですけど、ちょうど今犬について、それも一番最初に描いた1989年、23歳だったんですけれど、自分がどういうつもりで描いてたかってことを、まあ、文章に書いてるんですよ。で、まあ、できたら本になる つもりで書いてるんですけれど、それを読んでいただきたい、ちゃんとお伝えするのには5万文字ぐらい必要になるっていうあたりを読んでいただきたくて、なのでちょっとここで短く答えるのはやめさせていただいて、いつかその文章を皆さんが読んでくださいと。ミミちゃんなんかは、あれはある雑誌の連載で描いたイラストみたいのがベースだったりもしまして、ミミちゃんはまあ自分としてはそんなにその芸術アートの仕事として描いたつもりもそうないじゃないものでして、まあ、ものによってちょっといろいろ自分にとってのアート度合いがの重さ軽さがあるんですけれど、犬の特に一番最初に描いた犬とかのはアート度合いはかなり濃いです。まあ、まず撮るのがなんか低くて、芸術が高い、そういう差があるようなふうには考えたくないですし、言いたくないんですが、ただ、まあ、僕のある種のそういうタイプの作品、まあ、犬などが確かにそうですけれど、芸術のつもりで作ったので、それはポルノを目的ではなかったので、それはなかったのだよとは言わせていただきたくて、まあ、芸術っていうのは作者それぞれですけれど、僕が芸術ってこの時言う時は、まあ、つまりコンセプチュアルな仕掛けが内部にいろいろあって、考えた上で計算した上でやってるっていうようなことであって、他の人にとってね、芸術の定義とはまたちょっとずれるかもしれませんけど、僕はやっぱりちょっと現代美術家で、そしてコンセプチュアルなものを作ろうと思ってるタイプなので、まあ、そういうことなんです。で、まあ、ポルノの話ですけれど、まあ、ポルノは僕は人類にとって大切な表現だと思いますよ。あるいは暴力とか戦争とか、そのような、まあ、いろいろネガティブなものも、まあ、大切という言葉は難しいですけれど、どうしたってそうなくなるもんじゃないし、人間が人間である限り、歴史的にもこの後ずっと付き合わざるを得ない、人間の性質にべったり張り付いているものですよね。そういうようなもんで、規制して臭いものに蓋を閉めればハッピーな社会が起きると訪れると思うようなしょろい考えはやめた方がいいですよという立場でいろいろやっております。ネガティブなことはなるべくなくなればいいと皆様と同じく僕も思ってますけれど、それをなくす方法というのは本当に難しいんじゃないかと思ってるということで、まあ、そういうレイプを憎み平和を愛する人々と基本的に僕はそんなに考え方に対立はしてないと思うんですけどね。規制のね話で、まあ、あらゆるところであらゆる人間的に本質な、まあ、性や暴力やそういうものが人間は やっちゃうんだというような、この現実を見ようというような表現にあふれてりゃいいっていうわけではそれはまあないと思ってるんで、それにまあこれもよくいろいろありますけど、いろいろ隠した方がエッチだったり
することもあるわけですし、この問題はまあだからネットでね毎日のように言われている話ですけれど、僕という作り手はなんかこの話ではあんまり厳密な話に付き合いたくないんですよね。まあそう得意ジャンルじゃなくて、法律関係の弁護士とか、まあいや美術館のキュレーターとかもどうでしょう。いろいろバランスをとって、考えるべき人がいると思いますけど、僕はまあちょっとあんまりご遠慮させていただきたいんですよね。僕はあんまりそこのことは考えずに作りたいものを作って、ここでは見せられないと言われたら別の見せられる場所を考えたり、そんな風にしたいんですけどね。なんかね、その時時代の常識的なそこそこの落としどころというものがあって、なるべくベターなところを探っていただいてくださいという感じで、あんまりこの表現規制とかの話に、まあ、雑に言うとあんま興味ないんですよね。これはですね、江戸時代の鎖国を現代の人類はみんな見習って、すぐに鎖国を実行すべきだと国際会議、まあ、国連みたいなところで、涙ながらに、訴える架空の、日本の総理大臣が英語で下手くそな英語でスピーチして、とっちらかって終わるという、当時 その安倍首相のモノマネで批判とかという要素はほとんど基本的になくて、まあそもそも安倍首相というのが別に鎖国を、主張してたわけではないですし、微妙なんですけど、その自分が造形した架空のへんてこな鎖国を主張する総理大臣はある意味では正義の人間として描いてるんだよね。まあドン・キホーテみたいかな。理想主義すぎてそんなことできないに決まってることを無理に主張してる。まあ安倍首相と 何一つ似てないんですよね。ただまあちょっと顔が似て、喋り方英語の下手さが同じぐらいのレベルだったせいか、何か安倍批判とか、まあ、完全に日本のネトウヨの勘違いというか、とにかく何一つ別に見てないんですよね。まあでもその展覧会全体は僕のだけじゃなくて福島 の原発事故とかを扱った作品もあったりとかで、まあ日本社会に対して全体的に批判的というか批評性があるような作品が他の全体で多かったのかもしのだろうなと思いますよ。だから そこら辺にで、ね、多少はネトウヨの勘違いじゃないところもあるかもしれませんけど、まあ、はっきり言って僕のに関しては完全に勘違いで、自分は日本のことをとても心配していて、まあ、多分愛情がありすぎていろいろ日本をテーマにしてるんですけれど、むしろ僕が批判されるなら国際派から愛だっていうのは日本のことばっかりにこだわってもういいじゃないか日本なんてと批判されるなら、なんかまあ多少は腑に落ちますけどね。現代美術家という仕事を選んだら、それもまあ90年代とかがデビューだったこともあるのかもしれないんですけれど、まあ自動的にある種の国際性は求められる仕事なんですよね。デビューしてから90年代の終わりの頃からちょこちょこと自分の作品を、アメリカやヨーロッパを送って展示して、まあ一種の国際交流、小さなレベルですけど漏れなく やるようになったんですよね。そうするとそれでなんかちょっとこのドメスティックとインターナショナルでこう分裂したまま合体した自分の人格ができていて、まあ、それをそのまま作品に反映して人に見せてるっていうスタイルですかね。まあ、そのさっき言った総理大臣のビデオなんかがそのまま典型で、まあ、だからあれは
インターナショナルな、あるいはグローバルな、場に嬉しくも及ばれしたのに、というか及ばれしたからこそ、グローバルとかっていうにはどういうものには悪があるってことを主張する、その架空の、首相が、そうグローバルなんてやめようっていう主張のビデオなんですよ、かなりねじくれてるんですよ。あんまり世界的にこういうねじくれたクリエイターはそんないないんじゃないかと思いますけど、そういうことを僕はやっております。ある種の人が僕のことを言うほど別に過激な作者じゃなくて、なんなら悪口としてもすごくバランスの取れた、なんならまともなやつで、そこが間の面白くないとこだと言われてもいいぐらいなわけで、まあ、僕だって知り合いにもっと過激な、だからこそ美術館なんか絶対決して呼ばれないようなアーティストの知り合いいるわけですけれど、そういうのに比べたら僕なんて、大体その場その場のその、お題って言いますかね、条件を与えられてある展覧会に呼ばれるわけですよね。それで新作を作るんだけど、その時に大体ギリギリは狙ったりはするんだけど、ギリギリ OK、決してダメと言われないはずだっていうバランスのものを作ってるつもりなんですよね。だから今までもダメって言われたものは何かの間違いで、なのでちょっと間違いで、それは間違いですと言って、ちょっとあなた誤解されてるようだからという誤解を解くような説得をして、展示こぎつけるという風にしています。それとその犬みたいのを出す出さない、ちょっと別の話なんですけどね、犬みたいなものはあるこの展覧会に出してくれと言われて、それで新しく書いた新作ではないので、前からあるやつなので、それはまあ大体普通の公立美術館は犬とかは、出せとはもともと言いませんし、僕も特に出してくれとは言わないわけですよ。公立美術館が現在の日本においてどのようなものか、まあ分かってるんで、それはそれぞれの地方自治体の教育委員会、と大体なんかつながってるっていうのかな、その直系の組織で、普通に言って、まあ小中学生にも堂々と見せられるものだけを展示する、まあそれは分かってるんで、まあ別にそこで何か抵抗はしませんけどね。ギャラリー民間企業はまあ今のところ大丈夫ですよ。民間のギャラリーというのは パブリック性は低いので、要するに、不特定多数は来ないので、来たい人が情報を得てくるところなので、そういうところでは今のところ日本ではある種の自己規制みたいなこともあんまり起きてないんじゃないですか。まあ、やっぱ一応やっぱ そこがあるから僕はそう表現規制されてるって言って目くじら立てずに済んでる理由でもありますけどね。